あの人の現在。アイドルグループメロン記念日の元メンバー大谷正恵さん、現在は歌手、女優、芸術家として活動していますが、若い頃と違いすぎるという話もありますね。つんくさんの愛のある言葉により復活した大谷正恵さん、その後興味のあったネイルサロンのバイトを始め、自らネイルサロンを開業するつもりで頑張っていたそうですが、開業直前に計画が頓挫し失敗。他にも手作り商品を販売しようと計画しますが、材料や道具を購入するもうまくいかず失敗。結局は500万円の借金を作り、苦しい生活を送っていたそうです。2020年頃には大々染め商品のネット販売を手掛けますが、5月発送のものを8月に送っているという批判もあり、こちらも失敗ということですね。何にでも手を出しては失敗しているので、もう少しきちんと計画性を持ってやった方がいいと思いますけど、それでも2018年頃から開始した配信で月収50万円ほどあったそうで、それで借金も返済していたようです。しかしコロナ禍により収入が激減、2020年には生活保護を受けていたそうですよ。両親にも生活援助をお願いしたが断られ、結局は2022年1月に自己破産をしたそうです。借金があっても自分の生活水準を下げられなかったという告白もしていますが、やはり一度芸能人として成功しているので、また芸能界で活躍したいという思いが強いのでしょうね。若い頃と比べて年齢も重ねましたし、痩せてちょっとメンヘラっぽいですよね。覇気がないというか元気がなさげで、ちょっと怖いイメージになりました。苦労を重ねた分だけそれが顔に出てしまっているような気もします。生活が苦しい大谷正恵さんですが、アルバイトや細々と芸能活動も続けているようですね。SNS で情報を発信しながら、手作りの T シャツやファッションアイテムをオンラインで販売。2022年7月には個展も開催したということで、やはり芸能活動を続けたいというのがわかります。しかし現在は芸能活動よりも自身の生活が大事ということで、アルバイトではなく正社員として働いているそうですよ。ネイリストとして働いているそうですが、 YouTube の配信もしているようです。正社員としての仕事と芸能活動を両立させたいようですが、それはなかなか難しいことですよね。最近は落ち着いたのか、とても綺麗な大人の女性という雰囲気もありますので、誰か素敵な方を見つけて結婚というのもいいと思いますけどね。これまでに浮いた話もありませんが、プライベートも充実させてほしいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。